こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカのですね M3、M4 と並んで、人気のモデルになっております。ライカ M2 ですね。はい、ライカの M2 になってますけれども、シリアルが1068258ですので、1963年のドイツ製ライカ M2 ということになりますね。はい、M2 としては中期頃のですね、モデルということになりますね。はい。M3 はですね、35mm のブライトフレームがなかったんですけれども、ライカ M2 になって35mm のフレームが搭載されるようになりまして、M3 の廉価版というふうに言われてますけれども、非常にですね、使い勝手が良くてですね、M3 よりも、多少リーズナブルになってますし、非常にですね、使い勝手のいいモデル、となって大変今でも人気のある、ライカになってますね。はい、では外観から見ていきますけれども、本個体ですけれども、かなり綺麗な状態で、あまり使われずにですね、新品で購入されてから、ずっとあまり本当使わずにですね、シャッターも切ることもなく、長期間保管されていたというですね、品になっております。はい。未使用未開封ではないんですけれども、ご覧のようにですね、擦れとか当たりとか、そういったものはですね、ほぼほぼ全く見当たらずにですね、屋外とかに、持ち出して撮影したという感じはですね、ほぼほぼない感じですね。はい。フロントにも摩耗とかですね、擦れなど、ほぼほぼ全く見当たらずに、底蓋もですね、普通はこういうところにスレがちらほら見えたりするんですけれども、まあほぼほぼ全くなしと言っていいほどの、極上状態ですね、まっさら状態の個体になってますね。はい、バックダウン塗装ももちろんしっかりしてまして、針側もですね、こういった欠けたり、めくれたりしやすい部分も、しっかりとしてまして、100%針側、綺麗な状態で残ってますね。もちろん浮いてパキパキもしてないです。はい。で、ファインダーがですね、こう前面からフロントから見るとですね、プリズムのほんの端っこのところがですね、若干ですね、バルサムが出てるんですけれども、幅がまあ 0.1 ミリもないような感じで、見えているという状態だけですね。他は曇りカビとか、チリホコリの混入は見られないですね。はい。こうビデオで見ても多分見えないぐらいの感じですね。はい。もちろん接眼部から見てですね、全く視野に影響は見えないですね。SLM セレクターと、レンズの脱着によってしっかりとブライトフレームすべて表示されておりまして、薄くなったり、ゴミで見えにくかったりとかですね、そういったことは全くないですね。でもって、ピントの二重像もくっきりはっきり、コントラストはっきり出ておりまして、薄くなったりとかですね、全くなく、縦ずれもなく、ピント合わせ、フレーミングともにですね、問題のないクリアなファインダーをキープしてますね。はい。では、シャッターをチェックしていきますけれども、はい、このライカですけれども、個体、ほとんど使われなかったということで、シャッターもほぼ切られてなくてですね、この、鳴らしがまだほとんど終わってないような状態でしてね、この、巻き上げがですね、やや、こう、ジャキッという感じがするんですけれども、これはですね、使っていくに従って、こう、滑らかになっていくと思われますね。はい。では、低速の1秒から、チェックしていきます。はい、1秒ですね。はい、ご覧のように、はい、しっかりとですね、刻んでおります。はい、これが2分の1秒ですね。はい、非常に安定して動きも、はい、鈍くありませんね。続いて4分の1秒ですね。はい、前オーナーさんによるとですね、ずっと使ってないんだけれども、一回ですね、オーバーホールをしたらしいですね。やっぱりこのずっと使っていないと油が硬くなったりするということですね。では中速の、125分の1秒ですね。はい。こちらもいいですね。シャッター音も変わりまして、しっかりと中速切れてますね。はい。はい。この巻き上げもですね、いささかですね、ジャキンジャキンという感じはあるんですけれども、この戻りが悪かったり、この、
薪の感触が悪かったりは全くしないですね。はい。じゃあ、ここで、はい。セルフタイマーをセットしていきます。しっかり動作してますね。途中で弱くなったりしないで、きっちり動いてます。はい、ここでシャッター切れて、最後まで動作してます。底蓋を外していきます。底蓋外しても、中身に金属の腐食、錆、汚れなど、ないですね。シャッター膜の劣化とか、素材の劣化、錆、汚れなど、ないですね。はい、高速の1000分の1秒をチェックしていきます。はい、一瞬ですけれどもね、こう向こう側の景色、明るくなって見えるのが分かりだと思います。ということで、低速から高速まで、シャッターに全く問題なく切れているのがお分かりいただけます。もちろんスプールもついてますね。はい、底蓋もこうしっくり閉まってまして、きつすぎたりとかですね、緩かったり、問題はありませんね。はい。付属品はこちらの、ボディキャップになります。で、さらにですね、今回、とてもレアな、元箱が付属しております。はい。取説もありますね、こういった、はい、使い方の説明書が保管してあります。はい。で、もっとですね、こちらに、すっぽりと、はい、収めてですね、はい、今回はお届けいたします。箱もですね、傷んだり潰れたりしないで、非常に綺麗な状態をキープしてますね。ここにですね、ちょっとだけこう、キレがありますね。はい。シリアルも一致してますね。はい。はい、ということで、大変レアな、ライカ M2 のですね、ほぼほぼ使用感のない、非常に綺麗な個体になっております。はい。前のオーナーさんによると、一度ですね、きちんとオーバーホールしていただいているそうです。ただ、慣らしが終わっていないので、せっかくですので、使ってあげていただける方にですね、まあ、コレクターの方がもちろん、コレクションとしても非常にいい状態だと思いますね。まあ、できれば、使っていただける方にですね、お譲りしたいと思ってますね。はい。ということで、ライカの、M3 と並んで大変人気のモデル、ライカ M2 の、ご常備品箱付きになっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。